邪魔していいですか。どうぞどうぞ。あ、自家蔵ですね。あ、だからまあ一応ほら自家蔵のやつを近々にはアップしたんだけど、はい、うん、だから一応ゴッホは5年くらいの間に50点だから、フリーダ・カーロは47年のうちに200点とか。いいですか。はい、こんにちは、長野インターネット放送局と申します。今長野県は坂北駅の近くにありますある画伯さんのところに来ておりますけども、すいません、自己紹介お願いします。久保田義政君、喜ぶ正しい。この義政というのは、徳富蘇峰先生がつけてくれた名前です。検証書、出版社の検証小説にあたり、なんとラッキーなことに喜ぶ正しい、これをつけてくれました。宝物です。東京の阿佐ヶ谷に半世紀いまして、生まれたふるさとに帰ってちょうど10年、ネイチャー作品など、を作りながら、あ、ただいま発展途上中です。イエーイ。なるほど、ありがとうございます。今ちょうど後ろに素敵なその絵があるんですけども、はいはいはい、この絵はですね、はい、ただいまふるさと納税返納品の、はい、筑穀村のホームページに、一応4点出してるんですが、ほうほうほう、信州ということで、リンゴとアルプス、うん、これがね、象徴なので、そのファンタジー、絵本作家もやってたんで、はいはいはい、絵本の世界を、一応表現しております。なんかすごく凝ってると思うんですけども、はい、写真も含まれてるんですよね、うん、だからそれを、作ったものを撮影して、PC に取り込んでそれを加工してるということですね、うん、まあ、ある意味じゃあ映像作家みたいな感じ、まあ、映像ですね。もともと TBS の制作にいましたので、そういうものの制作立案ということに関しては得意ですし、その後独立してフリーのコマーシャルプランナーを、やっておりましたので、そういうストーリー展開が得意です。それから子供が生まれてから絵本作家になって、いろいろと、鍛えてまいりました。近々その誕生日も近いというのをお聞きしたんですけども、はい、おいくつになられるんでしょうか。82でございます。82ですがまだ元気です。なるほど、うん、まあ東京にだいぶ長かったっていうふうにお聞きしたんですけども、はい、生まれも育ちも、まあ、こう長野だったんですね。そうです、筑穀村の前は佐賀北と言いましたが、ここがふるさとです。だからここに帰ってきて、原点に帰って新しい作品を作ろうと思ってます。なぜ帰ろうと思ったんでしょうか。それは70になったらもともと帰ろうと思ってましたが、東日本大震災が後押ししまして、はい、よっしょっていうことで帰ってきました。絵本やなんかもう作ってるんですよね。はいはい、絵本は作絵で、どこかな、どっかにしまってありますが、一応作って、原画もあります。これはポプラ社で作絵で作ったマリちゃんの猫踏んじゃった、それからお化け誕生会、それからデベソデカデカということで、なるほど、一応3冊作ってあります。何年ぐらい前なんですか。これは相当前でして、はい、千、ちょっと待ってね、忘れちゃった。これは、はい、1984年ですね、6月、ものすごく昔の、何年前なんですか。もう数えきれないほど前ですね。それでマリちゃん猫ちゃんって、これはうちの子供がですね、1984年で、これはうちの子供のマリちゃんが初めてピアノを習い始めた、だ子供のために作った本です。おまけ誕生会は私がいつもね、扁桃腺で熱を出して、はい、あれしたんだけど、私がモデルで、おまけ誕生会があるんですよ。だからいろんな、うん、おまけのキャラクターが、うんうん、出てます、ね、出てます。
でこれのデブスデカデカは実はあの母親が助産婦だったんで、はいはいはい、うん、子供が生まれた時の話だ。あれなんか子供が誰か他の子がいたずら書きしてあります、はい、それであの子供が生まれる時の話なんですが、はい、昔はねあのお前の母さんデベソとか、ね、うん、一応悪口を言ったんですが、実はそのデベソに関してはっていうことね、うんうん、実は子供が生まれる時、うん、のお話なんですよね、まあ、本当に一人娘さんのためにこう可愛いがゆえに絵本を作ったって感じなんでしょうかね。うん、そうです。今はどんなこう対策に取り掛かってるんでしょうか。ああ今コロナですし、だから一応うち の, あの畑のアトリエギャラリーで、絵を並べたり、はい、展示したりしてあの、来る人に、見せたりして あ, の あ, あるいは今日はあの商談が成立してあの、エナジーが注入されましたが、あとりあえず活動していこうと思います。今絵描きは本当に冬の時代で、あとやっぱり日本中が盛り上げていかなくちゃいかなと思っております。夢はやっぱり一応、そうですね、死ぬまで元気ということですね。あと代表作を何か描きたいと、死ぬまで今お迎えに来たけど待たしてますので代表作を描きたいと思っております。で半世紀住んだ阿佐ヶ谷から、生まれたふるさとのこの筑北村に帰ってちょうど10年です、はい、で自然の素材や野菜などを使ってネイチャー作品を作って、先ほど紹介したこれらの作品をふるさと納税返礼品の筑北村 の, あの作品にしております。あこれ実は2005年に恵比寿 の, 展あの三越で展覧会やった時の、はい、その時の作品がこんな大きいんですか。それ の, あの小さいものですね。で大きいのはあの東電物流の、ロビーに、行っています。なるほど、うん、銀河の夢、これと一応得意な、ジャンルですね。なるほど。こちらも、ドラゴンと街の世界ですね。あれのふるさとので返礼品のバリエーションで一番小さい作品です、はいはいはい、で実は あちらのは2番目の大きさで、一番大きいのは、まあ、向こう の, あの倉庫にしまってありますが、まあ、返礼品になったきっかけは何だったんですかね。それは一応、JTB がやってるということを知ってましたので、うんうん、村の担当に行ったらぜひということで、うん、こちらに去年の8月に JTB の大阪担当の課長が、うん、見えまして、うん、ここら辺一帯の松本も含めての担当者だと思うんですが、うん、来てぜひということで、出したわけです。なるほど、うん、それは良かったですね。まあとりあえず宣伝です。何事もねやっぱりふるさとの宣伝が大切だから、やっぱり村もねやっぱりそういう、クリエイティブということに目をつけて新しい商品とかものを開拓してもらいたいと思っております。今後どんなふうな絵を描きたいと思いますか。ますますやっぱり一応自然に教わるんですよねこれ、はい、だからレオナルド・ダ・ヴィンチはなんて言ったかっていうと、ダメな画家は画家に学ぶ、優れた画家は自然に学ぶ、うん、だから昔はその意味が分からなかったんだけど、うん、今ねやっぱりふるさとに帰ると全て自然の中で、ね、うん、学ぶということが、うん、できますね。それから例えばちょっと移動するとこれだけ、はい、これこれが元は冷蔵庫なんですが、そうなんですね、冷蔵庫の古いのでこれを新しく描きまして、畑 の, 女神代理ジュリアと言ってます。ジュリアはジュリア・ロバートですね。これはフェイスブックともが、一応つけてくれまして、ここに、いろんな捧げ物をあげながらいつも祝ったり、この横で、こういう一緒に写真を撮ったりとか絵を並べて
写真撮って、Facebook に出したりして、全国に発信してます。うん、これは非常に大切な畑のやっぱり守護神ですね。じゃあ最後に決めポーズをお願いします。エナジー